ママどうやってガードしちゃう。さあそれでは消防隊放送の放送です。まずはもうあんまご綺麗始まりました。紹介してまいりましょう。すごい大きいね。あれさっきやばかったです。消防局守り、消防隊守り、横浜市消防局、常に消防署所属の消防隊守りです。そしてこっちの方、パシフィコ側の皆さんは、消防艇の、横浜と守り、どうですか、しっかり見えてますでしょうか。そうですね、横浜がちょっともう水に隠れちゃってる感じしますね。ちなみにですね、99と書かれました衛星99号、本日は横浜開港祭のために横須賀にある海上自衛隊の基地からやってきてくれました。どうぞよろしくお願いいたしますということです。はい、僕自身横須賀出身なので、はい、この衛星99とかを見ながら僕は育ちました。清澄丸が回収していきます。いつもこのような運用している人を投げてみているところはあるか。今投げましたね。はい、はい、これを、後ろの清澄丸が回収して、はい、この回収するときにですね、清澄丸のローターから手を振りながらのゴミに見立てたパレットどんどん投げ込んでますね。すごいですね、はい、いただきものです。後ろからいきます。清澄丸は船の前に直径1メートルほどの9ミリの円盤、ローターと呼ばれるものを回転させて水流を起こして強い吸引力でゴミを吸い込むというディスプレスです。さあ続いて、白い大きな船がやってまいりました。はい、続いては国土交通省関東地方整備局、千葉港湾事務所の清掃兼油回収船ベイクリンです。平成13年3月竣工、199トン、全長 32.5メートル、幅は 11.6メートル、速力14ノット、乗組員で、船の後方についています多関節クレーンで掴み上げて回収するというデモンストレーションを行ってくださっています。ベイクリンはですね、海に浮かんでいるゴミや油の掃除をする船として作られました。普段は東京湾の中で仕事をしているそうですが、東京湾全体のおよそ6割にあたる850平方キロメートルの広い範囲の掃除を行っています。回収されることもあるそうなんです。誰だ、押さえてたの、札を。ダメですね。さあ皆さん、あの船員の方手振ってくれてます。手振ってあげてください。ベイクリンの姿、ありがとうございます。正面から見ますと真ん中がトンネルのように空洞になってるんですね。こう2隻の船が横にくっついてるような、このような船を双胴船と言うそうです。続いて水色の船底に白い船体の船がやってまいりました。はい、続いてはですね、今年初の出展となりました、国土交通省関東地方整備局東京湾航行路事務所航路調査船のベイサーチです。平成27年3月竣工、75トン、全長28メートル、幅は6メートル、速力25ノットとなっています。今回、ベイクリンのね、お誘いを受けて世界中からの貨物を集めてくるコンテナ船、車は世界の国々に高層船、アラブ地方などからの鉄鉱石を積んだ船など、ランドマークタワーを横に倒したよりも大きな船もたくさんやってきます。出入りするその巨大な船がですね、太平洋から港の中まで安心して入ってこられるようにパトロールしたり調査したりするための船として作られました。さあこのベイサーチは観光調停パレード初登場となります。いつもありがとうございます。どうぞ皆さん手振ってください。ありがとう。スピードも出すことができるんですが、川の中では5キロから10キロくらいで進み、入り組んだ狭い川は遅れるものです。でもその反対に小さくて軽いため、遅いスピードで進むと風や波の影響を受けやすく、風や波がね強いとき、今日のような日は運転が難しいということで、右に左にとジグザグ運転しないと転覆してしまう恐れがあるということです。ステップに向かって手を振ってくださっています。そうですね、ありがとうございます。まあ、最高時速50キロぐらい出るということですけども、まだまだなんか本気は。続いては横浜市港湾局保全管理課工務艇ひばりです。平成17年3月浸水、11トン、全長 14.50メートル、乗組員は古谷常吉船長ほか、高木はじめさん、遠藤達治さんほか3名です。巡航速度は20ノット、およそ時速40キロメートルとなっています。
同じく横浜市高装備として水を放って吹き出す放水銃を備えています。普段ですね、前の甲板に見えている赤いもの見えますか？それが放水銃です。はい、船に響きますひばりのですね、左右には水中方面小さなプロペラついていまして、それを動かすことで狭い場所でも自由に方向を変えることができるということです。同じく横浜市港湾局の保全管理課工務艇大鳥やってまいりました。平成26年浸水19トン、全長 16.85m、 巡航速度は20ノット、およそ時速 40km です。取組員は佐々木茂船長ほか近藤俊幸さん、土井博之さんの3名です。こちらもですね、横浜港を管理している港湾局が所有している工務艇大鳥は、横浜港の安全を守るため、埠頭や防波堤などの港の施設や横浜港内の海上パトロールを行っています。港の中のです、ね、船は、ね、2階建てになっているんですね。1階が客室になっていまして、最大で22名のお客様が乗船できます。中央には大きなテーブルがあり、港の地図を広げて、さまざまな港施設を実際に見ながら説明を受けることができます。2階が操縦席で、ここで運転しています。そしてこの後のシンボルマークをご覧になれますでしょうかね。地球大きい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 。さあ皆さん手振ってあげてください。もうお子さんも真剣に手を振ってくれてます。ありがとう。はい、続いてまいりますのが新京和海運株式会社水崎亭安仁105です。重さ19トン、最大速力25.4ノット、木曽明船長、そして乗組員は堀大佐さんで、トマトを運んできて多くの観光客も訪れます。これらのさまざまな種類の船を安全に効率よく港に入れる一方で、港や湾内から無事に出港する、それをできる船工科というのがこの水崎人と呼ばれる海のパイロットなんです。私たち海のパイロットボートは365日24時間体制でパイロットの足となって安全第一に東京湾内を運航していますとのことです。はい、海の男は思いっきり手を振ってるわけでございます。はい、はい、続いてまいりますのは横浜税関監視艇つくがねです。平成23年浸水、総トン数は41トン、全長 20.7km、 ひろゆき船長ほか坂本正明機関長、磯貝淳筆頭機関士です。横浜税関では監視艇を使って宮城県から相模湾までの広い会場で昼も夜もパトロールを行い、麻薬、覚醒剤、拳銃などの密輸の取り締まりを行っています。監視艇つくばねは東京湾の隅々まで密輸の取り締まりをするために活躍。さあ皆さんご覧いただけますでしょうか。カスタム君、税関イメージキャラクターのカスタム君を大きく手を振っています。横浜港の開港と同時に神奈川運上所として設置され、その後1872年に横浜税関という名前がルールで決められています。横浜税関はそれがきちんと守られている仕事をしているんです。さあこの横浜税関の関してつくばねの続いて登場するのは、入りました、海上保安庁横浜海上保安部巡視艇きりかぜです。平成6年2月竣工、24トン、全長20メートル、乗組員は岡部船長ほか4名です。敵を成しながら登場しています。巡視艇きりかぜは横浜海上保安部に所属する同じタイプの4隻の巡視艇の中で一番古く、平成6年から頑張っています。通常は横浜港東京湾のパトロール、海のルールを知らないで守らないで走ってる人はいないか、事故を起こし困っている人はいないか、海を汚していないかなど巡回監視をしているんですね。横浜海上保安部では未来に残そう青い海をよろしくお願いします。大ベテランの切り風です。はい、海上保安庁といえばもうまさにこの辺は地元中の地上警備艇湘南です。平成9年浸水、警護機船体で41トン、全長 23.98m です。警備艇湘南は横浜神奈川県警の警備艇の中で一番大きい警察署、警備艇湘南です。平成9年浸水、警護機船体で41トン、全長 23.98m です。疾走する姿は迫力満点、悪い人が乗った船は逃げられないと観念するほどの迫力なんです。犯罪に使われる船はいろいろな通信機器を載せて海の上の司令基地にもなるんですね。現在横浜水上警察署には10隻の警備艇が配備されています。海や川での急
救助活動や外国から入ってくる拳銃、覚醒剤などの薬物や不法入国者などの水際対策を行っています。ポリスと、もうこれでもかという大きな文字で、皆さんご覧いただけますでしょうか。マストでした、はい、マスコットのリーガル君いますでしょうかね。事件事故の現場にも多様なハウスで駆けつけるということなんです。もう正真正銘でしょうかね。事件事故の現場にも多様なハウスで駆けつけるということなんです。もう正真正銘、海の上の正義の味方ということですね。あの速度詳しくはね申し訳ありませんが、続いて登場するのはまた来ましたね、はい、横浜水上警察署警備艇足柄です。平成21年浸水警護金船体で21トン、全長 18.5メートルです。足柄は湘南の次に大きい警備艇です。そのスマートでバランスのいいデザインから警備艇の中で一番かっこいいと評判なんです。皆さんご覧になってみてください。高い機動力を誇り、横浜港以外の遠くの場所で事件事故があった場合にも真っ先に現場に駆けつけて犯人の逮捕や水難救助に当たるんです。塗られていますね、あのフランス国旗のようでおしゃれですよね。これからの海水浴シーズンには三浦半島や江ノ島の海水浴場などで会場から皆さんの安全を見守っています。手を振ってくださっています、ありがとうございます。この2隻のスマートな警備艇は大桟橋のたもとにあります茶色の建物水上警察署の裏に普段駐留されているということです。手を振ってお迎え入れください。さあ皆さん、右手パシフィコ横浜側から近づいてまいりました。まずは、はい、最初は横浜市公安局保全管理課のパトロール艇01号です。先ほどよりも水しぶきが増えております。これ小さい船なりに運転は難しいと先ほど申し上げました、はい、ね、小さいだけにいろいろ影響を受けやすいということで運転が難しいんですね。さあ最終コーナーを回りまして最後の直線です。さあ皆様どうぞ手を振って迎え入れてください。中田の船01号です。でもやっぱり余裕あるのかすごいですね、手振ってますね。そうですね、船の中からもう先頭ね、前の方、はい、やっぱり波の方気をつけた方が良さそうです。そうですね、はい、さあ続いてこの後、横浜市港湾局の工務艇を迎えしますが、はい、船体にねしっかりとあります横浜港の港湾局のシンボルマークにも今回注目してみてください。さあ近づいてまいりました、この、 あの皆さん見どころはですね、コーナーの曲がり方、これも非常にテクニックがいるところだと、考えられます。はい、やってきました、横浜市港湾局保全管理課工務艇ひばりです。ちょっと控えめにさっきの船よりはちょっと、さすが海の音がすごいですね、はい、巡航速度20ノット、およそ時速40キロです、はい、さあ順番で言うとひばりの後はさあ順番で言うとひばりの後ははい、先ほどのひばりとセットとなっています。横浜市公務局公安局保全管理課の公務艇大津、巡航速度こちらも20ノット、およそ時速40キロメートルとなっています。さあひばりよりは少し大きな船体になります、はい、大鳥操縦席は2階です。乗組員の方ここで船を運転しているんですね。2階にいるのにスピード出したら大変そうですね、さあ水しぶきも増えてまいりました。看板からもありがとうございます。いや結構スピード出てますね。もう横浜市のマークがですね、これでもさ前景、この後もありますのは新京和海運株式会社水崎艇アンジン105です。そう、海のパイロットがやってきます。パイロットと文字がご覧になれるでしょうか。何定か過ぎたので、はい、引き波がどん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 立って若干もう岸に水が上がってきました。はい、だいぶ迫ってきております。はい、これから気をつけてください。はい、さあかなりの水しぶきを上げてやってきましたのが水崎艇アンジン選手がこの水を切り裂いていくような、運航の舞台は東京湾ほぼ全域ということです。さあ、引き波がどん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 重なってきて波が高くなってきました、もう少しでも皆さんのところに届いてしまうぐらいです。皆さんどうぞ気をつけてください。はい、続いてそれではやってまいりますのがですね、横浜税関関してつくばねです。はい、こちらやってきました、近づいてきております。あ、ちょっとドリフト張りのちょっとコーナリング
った拳銃とか、はい、麻薬覚醒剤とは無縁の生活が遅れているのも横浜税関のおかげだと。そうなんです、ことですね。海の玄関を守ってくれています。はい、かなり皆さん波が高くなってきました。僕らもそろそろ危ないです。そうです、ちょっと無理を考えなくてはいけません。やってまいりまし た。大きな音を上げておりますのは海上保安庁横浜海上保安部巡視艇の霧風です。さあ霧風が全速力いきます。揺れてるんですけども、あ、普段で巡回監視をしているということで、ね、さすが落ち着いていらっしゃいます。さあ、そして最後でしょうか、高速パレード、パシフィコ横浜の方からやってまいりました。船の横にはポリスと書かれております。はい、もう2手やってまいりますね。まずは失礼、もう2手ですね。横浜水上警察署警備艇湘南です。大きくポリスと側面に書かれていますね。はい、こちら湘南は神奈川県警の警備艇の中で一番大きい船ということで、はい、さあこの湘南のスピードはどうぞご期待ください。さあ今から一気に上げてまいります。さあ大きく上がっていきます。エンジン音も段違いですね。まさにパトカーと同じ、その船、海の裸だけなんです。それでは